青山円形劇場は、かつて、東京都渋谷区神宮前に所在した劇場である。1985年、子供の城にオープンした。日本初の完全円形オープンスペースで、360度すべての方向から観客の視線を受けるという、非常に特徴的な構造を持った劇場である。フロアは44個の迫りに分割されていて、各々の,の,の迫りが、昇降可能となっている。 客席数は最大376席となっている。2012年9月28日に厚生労働省が子供の死老2015年3月末を目途に閉館すると発表。これを受けて運営者の財団法人児童育成協会も2015年1月11日で青山円形劇場を閉館することを発表し、2015年1月に閉館した。 国立総合児童センター、子供の城の閉館について、国立総合児童センター、子供の城事業終了予定について、増田さなえ、さよならジャニーズ伝道青山劇場閉館、西木織さん、残念、谷村慎嗣さん、学校がなくなる老朽化で取り壊し遠景劇場も、東京新聞2015年1月30日付有刊8面。ありがとうございます。